どうも高井です。病院の9割は赤字で運営中。この先入院する患者の 100% がたらい回しに。9割が赤字っていうのはすごいびっくりした内容なんですけど、私たちが病院に行くとき、保険証、あとは診察券、その2つを持っていきますよね。まあお金もいるけど、受付でそれらを渡して、で番号札を渡される病院もあるし、待っていてくださいねって待ち合室で待つ場合もあるし、名前か番号を呼ばれてその病院の先生のとこに行く、でそこからいろんな診察を受けて、でまた待ち合室に戻る。待ち合室に戻ったらまた受付で呼ばれて、でそこで薬だとかをもらう。それが一般的モデルだよね。あまりにも症状がひどいと重症だって感じになって、で入院する。病院のベッドは回転率が高いほど収益性が高いので、ここで治りの遅い患者さんはおそらくたらい回しになりやすい。現在でも多分それはそうなるんじゃないのかな。ただ病院の機械というのは耐用年数が切れても使っている病院が増えてきているそうです。これやばいよね。まあ車で言ったら車検の時期が来たのに、お金がないからって通さずにそのまままかり通っちゃってる。車だったらバレるかもしれないけど、病院の中って見えないじゃん。調べてみないと分かんないよね。病院の経営は家族経営が主な経営の手段だそうで、おじいさん、お父さん、そして息子、この3世代で経営してるんですよね。ただ経営の感覚っていうのは、いやそれはもう企業のトップである社長にしか分からんでしょう。分からないんだけど、実は病院の院長さんって経営のプロじゃないそうです。経営は素人みたいなもので、助けは欲しいんだけど、おそらくその時間もないし、金はどうなんだろうね、赤字っていうくらいだからないんじゃないっていう。だからね、この先9割の病院ってもしかしたら消えちゃうかもしれないよねっていうことも考えると、これから入院する患者さんってたらい回しな確率すごい高くない？ほんと 100% じゃないかなと思っちゃうくらいですよ。そういう病院の院長にこういう本読んでほしいくらいなので、ぜひとも今からね、入院する我々側も考えた方がいいですよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。